カキでヤバイと申します。今回ですけども、ファーウェイのイヤホンを提供していただいたので、こちらをね、使用してみたいと思います。ファーウェイフリークリップという商品で、今年発売の新商品です。発売価格は 27,800 円、ちょっと高めな高級なイヤホンとなっています。今まで数々のイヤホンやヘッドホンをレビューしてきて、私が使用するイヤホンの中ではおそらくトップに躍り出る存在というか、そんな感じでは、開封しながら機能と外観などもね、見ていこうと思います。まずこのイヤホンはオープンイヤー型のイヤホンとなっていて、カナル型とかインナーイヤー型とかありますが、違いを簡単に説明すると、カナル型と呼ばれるものは耳穴にはめ込んで使うタイプで、いわゆる密閉型です。音漏れがないので音質はよく感じますが、外の音が聞こえにくかったり、耳が疲れてくるので長時間の使用には向かなかったりすると思います。インナーイヤー型はスタンダードのタイプというか、耳の入り口に挟み込んで使うタイプで、昔から使われている形状でバランスの取れたイヤホンだと思います。なんかこの形状微妙に分かりにくいので、ちょっとね、別の用意して、こんな感じの形状で、こちらのオープンイヤー型ですが、耳の外側にかけるタイプとなります。耳を塞ぐことがないので、周囲の音を取り入れながらも指向性となっているので、良い音質で聞くことのできるイヤホンとなっていて、もちろん耳も疲れないし外れにくいので、一番自然に使用のできる形状だと思います。使用環境とか好みもあるので使い分ける方も多いと思いますが、形状に関してはこんな感じです。では付属品を見て外観と機能を説明します。でこちら付属品、本体と充電ケースと充電ケーブル、あとね、取説です。では外観を見ていきますが、こんな感じ。シンプルでおしゃれな充電ケースにイヤホンが収納されていて、ケースにもバッテリーが組み込まれているので充電ケースとなっています。こちらはブラックですが、かっこいいです。カラーは2種類で、ブラックとパープル。この部分ね、形状記憶合金を使用していて、Cブリッジ、耳の外側と内側に挟み込んで使用していく感じで、かなり高級感はあって質感も最高です。ではね、スペック機能を見ていきます。サイズや重さはこんな感じです。イヤホン単体では 5.6g 軽量です。バッテリー容量は 55mAh、 充電ケースは 510mAh、 フル充電で最大8時間使用ができて、10分充電で3時間、充電ケース込みで考えると最大36時間の使用が可能となっています。ではね、機能を説明していきたいと思いますが、まずこちら、左右自動判別式。左右チャンネルに自動的に適用するので、どちらにつけても大丈夫で、すごい機能だと思っていて、たまにね、左右がよくわからなくなってしまって、LR を確認してつけたりすることがあるので、これに関しては超便利機能だと思います。とにかく耳にフィットするので、圧倒的な安定感があり、激しい運動などにも落ちにくい設計となっています。運動する方には特にね、おすすめ。ちなみに IP54 の防塵防水です。はい、次、音漏れのしにくい設計。いわゆる指向性になっているので、大きめの音を出しても外に漏れにくい設計となっています。はい、次、マルチポイント接続ができます。2台のデバイスに登録ができるので、便利に使い分けることが可能となっていて、通常 Bluetooth のイヤホンは1台とペアリングして使用するので、別のデバイスで使う場合は一度登録を削除してから再登録が必要となりますが、2台に登録ができるので便利に使うことが可能です。スマートパソコンとかオーディオにも使えるので超おすすめ。他にもジェスチャーコントロールとかスマホアプリなどにも対応していて、さらに多くの機能がありますが、ちょっと割愛しまして実際にね、使用していきたいと思います。思ったよりも軽く入る感じで、
装着に関しては超簡単。軽いせいか装着している感覚は意外とないというか感じなくて、なんか落ちそうな感じがするのに全くぶれないし安定感抜群です。個人的にはかっこよく感じていて、イヤーカフとか軟骨ピアスみたいでおしゃれです。ではペアリング1台目。著作権フリーの曲を再生してみて、音漏れを確認。マックスにするとわずかに聞こえますが、通常のボリュームに関してはほぼね、音漏れはないように感じます。すごいね。音に関しては非常にバランスの取れた音質って感じ。ものすごく臨場感があって、イヤホンとヘッドホンの違いに近い感覚というか、耳に何もつけてない感覚で音が広がるのがなんかね、すごくよく感じていて、この音質で音漏れもなく装着感がないのが最高です。アプリをインストールするとジェスチャーによる設定とかサウンド効果の変更なども可能です。こんな感じ。ではね、2台目。この iPod にペアリングしてみて、ではね、再生。音質に関してはピクセルの方がいいですね。ああ。片方を停止してから再生。なるほど、完璧。停止してからこちらを再生。マルチポイントはこんな感じです。やはりあると便利だと思います。ということでこんな感じ。とにかく装着感は抜群に良くて、耳が全く疲れないし、おしゃれにつけられるのも最高です。オープンイヤー型なのに音漏れが少なくて、低音も高音もバランスよく出る感じで、とても聞きやすいイヤホンだと思います。もちろんマイクも内蔵しているので、クリアな音声でハンズフリーイヤホンのように使うこともできるし、一日中装着していても違和感なくね、使えそうな感じです。はい、こんな感じとなりますのでご参考にしてください。興味がありましたら概要欄に商品 HP を載せておきますので、そちらもね、確認してみてください。動画以上です。よろしければ高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。